昭和29年、飯野の町にセメント工場が建設され、昭和59年9月までの30年間、工場の操業を続けてきました。昭和26年頃、全国的な電力不足の対策として佐久間ダム、秋葉ダムの建設が計画され、セメント供給基地として飯野屋に岩木セメント浜松工場が建設されました。さらにセメント需要増対応のために設備が増設され、主要設備であるキルンも4基となり、シンボルである煙突も2基となりました。従業員用社宅は4カ所ありました。飯野屋の町にも多くの商店があり、二宮神社の例大祭も大にぎわいを見せていました。30年間工場操業の主要設備として運転してきたキルンの火も消え、工場は閉鎖となりましたが、工場と鉱山の従業員により土地区房に稲佐加工、後に稲佐スト会所が設立され、現在も工場、鉱山の精神を引き継ぎ頑張っております。セメントの主原料である石灰石は白岩鉱山からエンドレス鉱舎で工場へ運ばれました。シンボルの煙突は2基ありました。生産設備のメインでありますキルンは4基ありました。キルンの直径は4メーターほどで、長さは約62メーターでありました。燃料としては重油を焚いておりまして、後半では石炭を焚き、キルンの中の温度は約1400度でした。城山から見た従業員用の宮の下社宅です。社宅は宮の下社宅の他に3箇所ありました。創業当初の正門の写真です。これも創業当初の重油タンクの写真です。1000キロリッター4基です。これは白岩鉱山です。これは石灰石を積んだエンドレス鉱舎、石材量は3トンです。これは鉱山から工場まで運んでるエンドレス鉱舎の写真です。これは白岩鉱山と浜松工場が写っている航空写真です。白岩鉱山の石灰石はエンドレス鉱舎でセメントへ運ばれていたそのルートです。エンドレスの長さは約 1.7km で、その速度は人が歩く速度と大体同じです。これは終点である工場に近い国道257上を走っているエンドレスです。白岩鉱山での石灰石の埋蔵量が減ってきたため、土地窪鉱山の開発に着手することになりました。当初は土地窪鉱山から白岩鉱山まではトラックで石灰石を運搬していました。これはその運搬道路です。その後ダンプトラックに代わり、運搬手段としてのベルトコンベヤーが設置されました。運搬距離は約 1.5km です。ベルトコンベヤーで運ばれた石灰石は貯鉱槽に一時ストックされ、エンドレス鉱舎へ積み込みされます。これはその積み込み場所です。当時セメントの原料と製品の輸送手段として
金指駅と工場までの間に専用引っ込み線がありました。構内入り口には7車線幅の踏切がありました。ここに映っているのはボロリキさんです。八津のトンネルに入るディーゼル機関車です。30年間運転を続けてきた気分の火も消え、昭和59年9月工場は閉鎖となりました。私はこの浜松工場に10年間勤務しておりました。その10年間の間に気分4期目の増設工事の一員になっておりまして、浜松工場が閉鎖となり解体されている時に煙突の高さが日に日に低くなっているのを目の当たりにした時に一段と寂しさを感じました。